えー、こんんにちは、吉田さんまああのね自分を知る己を知るってことは大事なんですけども己を知らせるってことも大事ですやっぱいい面ばっかり見せるとそれはね不信感を読んだりとか何か隠してるんじゃないかなと思わせるんですけどもわざと自分のウィークポイントをリークすることによってね全部じゃなくてもいいんでリークすることによって、まあ、人は警戒心を解いて安心するんですよね、えー、例えばね直接のメールで、えー、実は久保さん 普段人にはいないんだけども、こんなことが私は心配なんです、弱点なんですって言われたら、やっぱりね、あ自分には心を許してくれたのかなと思って、その人に対してね、親身になっていこうという気持ちはやっぱりね、募るんですよね。人ですから。感情の生き物ですから、感情を動かされるわけですよ。でも、いいことばっかり言ってる人には、やっぱりね、この人はいいな、羨ましいなで終わっちゃうんですよね。だから、真相信念に迫っていくことっていうのがなかなか難しくなってくると。その中で 出川哲朗さんね、うん、何気なく喋ってるようでも聞く人によってはこれはあとってもいいなって言葉があってそれがですね恥を受け入れてこそ一つ大きな人間になれるってことなんですよあの恥を受け入れないとかね恥ずかしいから隠すっていう行動が弱みになって消極的になるんじゃないかなと思うんですよもちろん自分の隠したいところを隠してる仮想からこそ強くなれる面もあると思いますけども だって弱いところ疲れたくないわけじゃないですか。でも弱いところも、あもう見せてるんで大丈夫ですよって言ったら、もう弱みがないんでねうん、なんか振り切れるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えば、あの独り身でね、結構力のある人が家族を持った瞬間に丸くなるみたいなことがあると思うんですよ。攻撃性を弱めて、なんかだんだん人前から去っていくみたいなね。それは家族っていう大切なものが弱みになるんですよね、大切なものだから。 で、自分の活動と家族が関係ないんで家族を巻,く巻き込みたくないっていう考えから家族を人質に取られると辛いわけなんですようん、まあ、だから独身だとね独り身の強みって昔からありますけどもなんかねあの戦場に行かされるのは独身のやつからとかねそんなこともありますよねやっぱり家族がいるとうちにはあの妻と娘が私の帰りを待ってるんですと。 私の稼ぎを当てにしてるんですって言われたらまあ人の心は動きますからね昔からある三文芝居ですけどもでもまあその通りで自分の大切なものが弱みになりますんでそれを人質に取られると誰しもがね腰を砕けちゃうんだけどももう弱みもないと自分はもう恥もないと金を欲しいと思わないし地位も名誉もいらないともう命すらいらないよっていうふうなもう古チンでこられたらもうさすがにねこいつは攻略できないなと思っちゃうんですよね。 だから強さだけが強みじゃなくて弱さを隠さないことも強みになるってことなのかなと思います。まあ、ある人はねまさにウグイスパン食ったらなんかそっか軸売れたみたいなねだからその入り口は無数に開いておけばいいんですよ。なんでこの人ウグイスパンなんて食ってんのかななんでこんな動画上げてんのかなと思って見てみてあれ終わった。一体何の意味があったんだろう他にどんな動画上げてんのかなと思ったらたまたまそれを見た動画がねなんか稼ぎのネタであこれ結構納得できるな。 なのになんであんなウイスパンなど食べてるんだろうちょっと即果樹調べてみるか入ってみるかみたいがなるわけですよね、うん、だから即果樹ですよ売り物ですよっていうよりも売り物じゃないんだけどもちょっとね例えば公園で、えー、温かいコーヒーを飲んでるねおじさんがいてその人の後をつけてみたら、まあ、有名コーヒー店のなんかオーナーだったみたいなねでもあ休憩する時は缶コーヒー飲むんだみたいなね結構面白いじゃないですかそしたらなんで 自分の店のコーヒー飲まずに缶コーヒー飲んでる。そしたら、いや、この缶コーヒーがね、どんな有名なコーヒーよりも一番売れてるじゃん。だからその秘密はどこにあるのかなと思ってたまに飲むんだよ、みたいな。確かに、売れてるものがいいものだったら、一番売れてるラーメンはカップラーメンだって説もありますからね。いってらっしゃい。